までの国外認識指数でトルコは177カ国中53位にランクされましたが、この後トルコ政府要員による複数の汚職事件が明るみになりました。2013年12月17日から汚職事件の調査が始まりましたが、トルコ政府の透明性や責任性が向上することは期待できません。公正発展党内部の権力闘争が汚職事件調査の動機になっているからです。そして汚職事件の調査が続く中、外交・原子力協定などの交渉のためにエルドアン首相は日本を訪問したのです。政府に批判的なジャーナリストはメディアから締め出されているため、トルコ国民に首脳会談の内容が十分に知らされることはありませんでした。余談ですが、2013年5月に日本トルコ原子力協定に署名したエルドアン内閣の大臣のうち4人は汚職事件により12月に辞職しています。地震国であるトルコに建設される予定の原発の安全性を確保することはトルコ政府だけでなく日本政府の責任でもあります。トルコは原発の安全性を確保するために必要な財政、法制度、人材、技術が十分にありません。トルコはロシアと日本の2つの異なる国と何十億ドルとする原発建設の協定を結んだだけでなく、アッグとシノックに建設される原発は新しいデザインの原子炉を使用することになっています。この状況は原子力産業にとっては非常に珍しいケースです。原発以外の大規模な公共事業と合わせると、トルコ政府の財政赤字は過去最高に達する見込みです。公正発展党は選挙での支持を伸ばすために議会による規定の予算審査過程を回避することで2012年と2013年の予算を通しました。もちろんトルコ国民は原発の本当の経済コストを知りません。長年トルコでは原発の環境に対する影響を憂慮する NGO、 労働組合、環境団体、地域住民がデモや署名活動などを通して運動を展開してきました。また NGO は原子力協定に関する法案に対して裁判を起こし、トルコ裁判所で勝訴を勝ち取りました。しかしトルコ内閣は国内法案ではなく国際協定という形式に切り替えることにより、原発建設をトルコの裁判所の所轄外にしたのです。このため原子力に関する国際協定が議会に一度原発訴訟を起こすことが不可能になります。実際に2014年1月9日の会議会で原子力協定を全く議論されることが発表されました。今のような政府は発表する、CM 計画絶対反対。
応こっち、あの講義参加する方ですよ。出るんで、そのまま見てるだけなんですけど、ちょっと道通れない、ちょっとだけ遠回りする形になっちゃうんですけど、いいですか？どうなんですか？一本先の通路からぐるっと回るか、もしくは国会回っていただくか、どっちかになるんですよ。駅にも行けない？駅には、まあ、そう、講義終わったらもうすぐ切れますけど、参加してる方は通れないよっていうことになってるんで。まあそうなんですけど、まあ、テレビ持って撮影する時点でもうそうなるって分かるじゃないですか、やっぱり私たちは。やっぱりそうなったらやっぱ声かけられない、ざるを得ないじゃないですか。なんで通れない？通れない、別に通れないわけじゃないですけど、もう、あの、抗議してるわけじゃないですか。だからそしたらこっち側総理官邸あるじゃないですか。あなたが総理だとかじゃなくて、そう抗議してるのに、もうヒートアップしちゃって、こう言っちゃう人がいるんで、こう通れないですよっていうことにしてるんですよ。すいません。いただく形になりますんで、ちょっと落としなんですけれども、はい、ちょっと取れないですね。Come in, bro!
先生、ここで一番近く地下鉄の入り口って、地下鉄国数の左手200m 行かないけどあるよ。ああ、ね、ため駅さんの、ね、国会議事堂駅の出口にはと、はい、改札入らないとダメなんですか？どちらに行かれますか？国会議事堂前の、はい、改札での方に行きたかったんですか？はい、今電車で来られてこちらから来たの？いや、今外で一番近くがここだって言われて、はいはいはい、一応ここも国会議事堂前の改札にはなるんですけど、はい、中華線の反対側にも改札あるんで、そちらに行かれるんでしたら、そこを一応、警察の方で止められたんで、はい、これで入ってまた出るってことですか？それはできないんで、じゃあ今回だけちょっと切符を渡しますんで、今そこを開けるんで取っていただいて、向こうの会社でこれ入れてください。向こう千代田線の方も通り抜けて上がると改札ありますんで、はい、じゃあ今一番手前に貼ってますんで、はい、どうもありがとうございます。
まもなく4番線に柏行きが参ります。白線の内側でお待ちください。電車とホームの間に広く空いているところがありますので、足元にご注意ください。4番線柏行き到着いたします。Yeah.
世界の電力事業者に危険な発電システムであることを